卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。ブラスさん、ブラスさん、おにぎり増えてる。そう、MC のこのおにぎり、シーチキンマヨネーズ、これうまいよね、そのカラーの、あ、そう、色ついたやつ、ね、これ何の番組、何今日は何する、成功するの、我々が今ちょっと真剣に向き合わないといけない問題について皆さんと話したいと思います。1万人登録者が出たのにあんたがまだチンコ出さないっていう約束通り。いやそんな、はい、そんな問題があるよ。初期の頃1万人いったらチンコ出すって言ってたんだよ。ブラスさんがどうやったら彼氏ができるかちょっと真剣に考えたいと思います。それはでも大変な問題だね。大変だ。ちなみにさ、ブラスが彼氏ができるとかっていう相談とかっていうのはさ、私はもう人の相談よりも自分のことでいっぱいいっぱいだからさ、そう思うね、ほんまに。こっちとら、そもそもだから彼氏に求めるものが何なのなんじゃない。無情の愛。無償の無償、無償、無償、無償じゃない無償の愛。無償だと何も思うけど、何もねえのよ。何もねえから。例えばブラスがタレントやってるからとか、うん、そんななんかバックダウンドとか何もなしに、うんうんうん、私をちゃんと本当に好き、うん、性的にも好きがまず一点目。ほんで、まあルックス、うん、うん、ルックスきたね。悪くない、結構高めの。でも最近割とね、高くないよ、本当に。高いよ、誰でもいいって感じのレベル。一番大事なことがある。理想高い。ちょっとおにぎり飲み込んで一番大事なところでおにぎりを飲み込むんじゃない。おかまじゃない。あー、なるほどね。ちょっと待って、私の目を見ながら言うのやめてもらってもいい？失礼やじゃん。違うでしょ。みんなも欲だけを満たしてもらうと実際ちゃんとお付き合いをするっていう。無理、欲だけ満たせれない。心がないと無理やわ、ね、そうだよね。ないわよ。あってほしい。心があってほしいよね。でもね、さっき話戻すけど、うん、その愛が本当にあればだいぶいろいろハードル下がると思う、うん、もうあれ、ね、愛されなきゃ絶対嫌な人。何でじゃあ愛してくれてるっていう風に感じるの？お好き？勃起の度合い。もうやめよこれ。もう末期です、あの人。絶対彼氏なんてできない。世の中にはね、できる人とできない人とできちゃダメな人がいるから。ダメな人だったの。そう、ダメな人。チャンネル登録してね。でも本当に何パーセント欲しいの今彼氏は。今どっちかっていうとセックスできる人の方が欲しい。セフレ、セフレか。やっぱりさっきさ愛とかどうとか言ってた人がさ、もうセックスができれば。いや、ちゃうねん。それは理由があって、ほんまはもうめちゃめちゃ喉から手が出るほど欲しいし、うん、付き合えたらいいなって思うけど、彼氏できたら他今の仕事がうまくいかんくなるんちゃうかっていう恐れがあるのよ。途中に行っちゃうタイプもあるし、なんかそもそもタレントやるにあたって神社に行って、私はタレントとして売れたいので、うん、いろいろ仕事ください、でその代わりに私の大事な大事なものを差し上げます、うん、男もう男は今後全然できなくていいです、その代わり仕事ください、うん、で多分2年後とかにまたやっぱり男が欲しいっていう風に来ると思うけど、それも無視してくださいって言って、そのぐらいのお願いをして、その1週間後にご自分のレギュラーが決まって、さらにその1週間後にアウトデラックスのレギュラーが決まるっていうことがあったから、ジンクス的に男ができない。そう、そこから1回もできてないし、できたらいけないのかなみたいな。確かに。あ、でそれでダメになっちゃうかもっていうね。そう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 、全部が欲しいんだよ人間ってのは。でも全部なんて無理だもんね。無理なんだけど、ね、セックスじゃする相手はいるの？今はいないね。なんか嘘、今なんか目がちょっと怪しくなった。マジ今目が怪しかった。今は分かっちゃった。いやマジでやってない、マジで今は やってない。ほら見た、今今年入ってからやってない。つぶってたもん目が。でも多分おおらかな人が向いてそうですよね、うん、全部ブラちゃんの発言全部包み込んでくれるか、もしくはもう気にしない人、だから鈍い人がいいかも。やっぱり嫌われる人じゃないと人に好かれない、うん、から嫌われる人がいい人に、でその良さを自分が見つけ出したい。わかる、まあ、とにかくわ難しいってことです。もうなんだったらそのブラスにさ、その彼氏ができるとかできないとかっていうのはもうほっといてあげよう。いや一応ねもう一つだけ言いたいのが、その視聴者とか食えばいいじゃん議論とかあるじゃん。視聴者を食うのは嫌なのは、その視聴者が私の本当の姿を知った上でいけるわっていうんやったらいいんだけど、あ、そうね、画面越しで見て、うん、私のキャラクターだけでは私の本質は分からないの絶対、うんうん、失望させるのがすごく嫌だから。なるほどね。
わかるよ。そう、嫌なの。だからそれで好きとかラブラブってされても、うん、はい、じゃあセックスしましょうにはマッチってのにならない。でもブラスのことをじゃあ例えばさ、視聴者でじゃあファンですじゃなくて知ってますぐらいだったらいいんですよ。そうそうそう、だからファンから知ってる人に変わってくれたりとか、近くにね近づいてお友達から入って、そこからブラスのいろいろテレビ見とってこんなんやったけども、うん、本当はこんな人なんだねっていうのを分かってくれた上で好きになってくる。何時計を確認してんの、あんた。私が真剣に眠そうな顔をしたしさ、撮れたかどんぐらいかなと思って。撮れたかどんぐらい、もういいです。じゃあ、結論、ほっときます。もうなんか頑張るとき頑張ってっていうね。頑張ります。よけなさいだからね、私たちの方が言うのね。じゃあ、コメントで募集します。いや、ちょっとだけどそれが嫌だって、そこ話聞いてましただから募集してもここに連れてきて選んだらいいんで、面接してもオーディション、そうブラスさんのオーディション、彼氏オーディション。じゃあ私らがこれまず書類審査します。あ、そうですね、うん、例えば周りで私ブラスマジで結構タイプで、うん、本当に好きなんだけどちょっと紹介してみたいなのがあったら遠慮なく紹介して。今のとこなくてごめんね。私もいるよって言いたかったんだけど、ちょっとなかった。ちょっと今のとこもうそれがいい一番。本当に現れたらもう本当の人ってことだよね、うん、それはガチで。もやっぱ知り合いのやっぱ紹介が一番いいよね。確かにね、うん、そのオーディションとか言うのやめて。応募がなかった時の悲しさがすごいから。いや来るよ絶対。いや愛ってそういうものじゃない。何を急に。なんかオーディションでできるものじゃないと思う。ね、でもさ、もうやっぱりさ、お見合いブラスとかももう芸能人だからさ、うん、ちょっと高嶺の花っていうかさ、うん、恐れ多く思っちゃうんじゃない、うん、男性も。いや、そんなこと本当にないっていうことをこの場で伝えたいね、うん、もう、うん、じゃあ伝えてください、どうぞ、うん、私は本当に家で毎日ハイボールロング缶を一人で寂しく飲んで、友達のいない、まあいないって言ったら嘘だけども、皆さんほどはいない寂しい寂しいおかまで、本当にお腹も足りない。いや、もうやめよう、もうやめてあげて。誰かちょっと投げてくる。こっちが助けてヘルプなの。振ってちょっと。この間うつ病テストしたらうつ病ですって出たの。ちょっとそれは心配だな。病院に行ってって出たの。それは心配だな。